人間、退屈すると何を始めるか知れたものではないね。僕の知人に T という男があった。型のごとく無職の遊民だ。大して金があるわけではないが、まず食うには困らない。ピアノと蓄音機とダンスと芝居と活動写真と、そして優里の巷、そのあたりをぐるぐる回って暮らしているような男だった。ところで不幸なことに、この男、サイ君があった。そうした種類の人間に、宿の妻というやつは、いや、笑い事じゃない。まさに、不幸と言い続べきだよ。いや、全く。別に嫌っていたというほどではないが、と言って、無論女房だけで満足している T ではない。あちらこちら、端豆にあさり歩く。言うまでもなく、女房は役ね。それがまた、T にはちょっと捨てがたい、おつな楽しみでもあったのだ。一体 T の女房というのが、なかなかどうして、T なんかにもったいないような美人でね。その女房に満足しないほどの T だから、そのあたりにザラにあるバイタなどに、これはという相手の見つかろうはずもないのだが、そこがそれ、退屈だ。勢力の過剰に困っているのでもなければ、恋を求めるわけでもない。ただ退屈だ。次々と違った女に接していけば、そこにいくらか変わった味がある。またどうした拍子で、非常な掘り出し物がないでもあるまい。T の遊びは、だいたいそんなような意味合いのものだった。さて、T がね、変なことを始めた話だよ。それが実に奇想天外なんだ。誰しも感じることだろうが、自分の女房がね、自分以外の男に、つまり、真男にだね、接する時の様子を隙見したら、さぞ変な味がするだろう。いや、実際にやられてはたまらないが、ただふっと、そんな好奇心の起こることがある。T のあの気候の動機も、おそらく大部分はそうした好奇心だったに相違ない。T 自身では、彼の放蕩三昧に対するサイ君の嫉妬を封ずる手段だと称していたがね。で、彼は何をしたかというと、ある夜のこと、頭から足の先まですっかり外で整えた新しい服装で、鼻の下へはちょっぴりつけひげまでして、つまり手軽な変装をしたんだね。そして自分のではないデタラメのイニシャルを彫らせた銀のシガレットケースをたもとに忍ばせて、何気ない風で自宅へ帰ったものだ。サイ君は T がいつも通りどっかで夜更かしをして帰宅したのだと信じきっている。いや、それは当然のことだが、つまり T の変装に少しも気がつかなかった。夜更けに寝とぼけ眼で見たのだから、それも無理ではない。T の方でも十分用心して、新しい着物の縞柄なども、以前からあるのと紛らわしいようなものを選んでいたし、つけひげは床に入るまで、手のひらやハンカチなどで隠すようにした。で、結局、T のこの奇妙な計画は、まんまと首尾よく成功したんだ。床の中でね、彼らは電灯を消して寝る習慣だったから、真っ暗な床の中でだね、T はやっと、ひげを押さえていた手を離した。で、つまり、当然だね、その異様な毛髪の感触が、サイ君を驚かせた。あら、サイ君が可愛らしい悲鳴を上げたのは、こりゃ決して無理はない。同時に T としては、
ここが最も難しいところだ。彼はサイ君がヒゲの存在を認めたことがわかると、早速向きを変えて、二度とヒゲに触らせないように、布団をかぶってぐうぐう、空いびきをかき出したものだ。ここでサイ君が怪しんで、あくまで詮索をしようものなら、Tの計画はすっかりおじゃんだ。空いびきをかきながら、彼はもうビクビクものだったというね。ところが、サイ君案外のんきなもので、何か勘違いしたとでも思ったのか、そのままじっとしている。しばらく待っていると、スースーと優しいいびきが聞こえてきた。もう閉めたものだ。そこで T は、サイ君が十分寝込んだ檻を見澄まして、そっと床の中から這い出した。手早く着物を着ると、例の銀のシガレットケースだけを枕元へ残して、音のしないように家から抜け出し、それもまともな入り口からでなくて、庭の塀を乗り越したんだ。もうその時分、車なんかありゃしない。テクテクと十何丁の道を行きつけの待ち合いへ歩いた。酔狂な男もあったものだ。さて、翌朝だ。サイ君、目を覚ましてみると、一緒に寝ていたはずの夫が、もぬけの殻だから、少なからず驚いた。家中探してみたが、どこにもいない。寝坊の夫が、この早朝外出するはずもなし。妙だなと思いながら、ふと気がついたのは、枕元のシガレットケースだ。一向見慣れぬ品だ。夫が始終持っているのとは違う。で、手に取って調べてみると、まるで心当たりのないイニシアルが刻んである。中の巻きタバコまで、夫の常用のものとは違っている。夫がどこかで取り違えてきたのかとも考えてみたが、さて、なんとやら腑に落ちぬ。と、思い出すのは夕べのヒゲの一件だ。さあ、サイ君、どれほどか心配したことであろう。そこへ、T が昨夜家を開けたのが決まりが悪いというような、主刀げな顔つきで帰ってきた。無論服装は、前日家を出た時の通り変えているし、つけひげも取ってある。いつもならサイ君ただは置かないのだけれど、今日はそれどころではない。彼女の方に、途方もない心配があるのだ。妙な具合で、だんまりで、T は茶の間へ通る。サイ君は青い顔をして後からついてくるといった塩梅だ。しばらくすると、サイ君がおずおずしながら聞くんだね。このタバコ入れ、どっかで取り違えていらっしゃったのじゃなくって?言うまでもなく、例の銀製のシガレットケース。いいえ、それどうかしたのかい?と、T がとぼけてみせると、だって、と少し甘えて、ゆうべ、あなたが持ってお帰りなすったのじゃありませんか。へえ、と、さらにとぼけて、だが、僕のはちゃんと、これ、ここに持っているよ。それに、第一僕が、ゆうべ帰ったって?ここで少し調子を高める。この一言でサイ君をハッとさせるわけだね。などと、落語家みたいに会話入りでやっちゃ再現がないから、それはよすとして。よろしく一問一答を繰り返した後、とどサイ君が、昨夜の一部始終を打ち明けてしまうところまでこぎつけた。そこで、T はさも不思議そうな顔をしてみせ、そんなバカなことのあろう道理がない。自分は昨夜、丸々屋で、何の誰と一晩飲み明かしたのだから、なんなら、あの男に聞いてみるがいいと。これがつまり、探偵小説の言葉で言えば、アリバイだね。それは前もってちゃんと頼み込んであるのだ。え?お前がそのアリバイを務めたのかって?いや、違う違う。
お前、夢でも見たのではないか？いいえ、決して夢ではありません。夢でなかった証拠には、ちゃんとタバコ入れが残っているのだ。はてな、昔書物に離婚病というものが見えているが、まさか今の時節、そんなこともあるまい？その離婚病というのはね、一人の人間の姿が二つに分かれて、同時に違った場所で違った行いをするというのだ。などと、一寸階段めいてみたり、お前そんなことを言って、実はそっとどこかの男を引き入れているのではないか？などと、脅しつけてみたり、それがまた T には、なんとも愉快でたまらないというのだから、因果さ。がともかくも、その日はうやむやで済んでしまった。無論、一度くらいではダメだ。T の計画では、幾度も幾度もそれを続けてやってみるつもりだった。二回目は少々心配した。細君前に懲りているから、うっかり変装して行うものなら、騒ぎ出しやしないかというのだ。で、今度は家に入るときには、変装もせず、ひげもつけずに行って、さて電灯も消して、床につき、細君がもう寝いるという頃を見計らって、夢うつつの間に、ほんの瞬間、例のひげの感触を与え、そして寝入ってしまったのを見すまして、やっぱり前の通りイニシャルを縫い付けた、ハンカチを残して、家を抜け出す手はずにしたが、なんとそれが再びうまく成功したではないか。翌朝の模様は、前の時と似たり寄ったりで、ただ細君の顔が一層青ざめ、T の狂言嫉妬が、さらに手強くなったくらいの相違だった。そうして三度となり、四度と重なっていくに従って、T のお芝居はますます上達し、今では細君にとっては、タバコ入れやハンカチにイニシャルの男が、はっきりした実在の人物になってきたが、それと同時に、ここに妙なことが起こってきたのだ。これまではね、まあいわば、笑い話に過ぎないけれど、これから先は、話が少し、硬くなってくるのだよ。人間の心が、いかに頼りない、そしてまた不思議なものだといった風の、ちょっと考えさせられるものを、含んでいるのだよ。第一に起こった変化は、細君の側にあった。その淑女を持って聞こえた細君がね、女なんて実際わからないものだ。変装した方の T に対して、明らかに T の他の男だと信じつつ、ある行為を見せ始めたのだ。このあたりの心理はかなり不思議なものだが、しかし昔のものの本などによく例がある。つまりそれは、何人ともわからぬ男との夜ごとの仰せは、おそらく彼女にとって、一つのおとぎ話であったのであろうか。一方において、彼女は変装の T がその都度残してゆく証拠品を、夫である T に隠すようになった。そればかりか。他の一方においては、変装の T に対して、夫とは別人であると意識した上の罪のささやきをささやくようになった。あなたがどこの何というお方だか、その見知らぬあなたがどうして私のところへ通ってくださるのか、私には少しもわからない。でもあなたのご親切が今ではもう私には忘れがたいものになってしまった。あなたのおいでなさらぬ夜が寂しく感じられさえする。この次はいつ来てくださるのでしょうか。そうした細君の返信を知った時の T の心持ちは、実際何とも形容のできぬへんてこなものであったに相違ない。一方から見れば、これは T の最初の目論みが完全に果たされたわけであった。こうして細君の方に大きな弱みができてしまえば、
彼の放蕩は五分五分だ。決して細君に対して引け目を感じる必要はない。だから彼の計画から言えば、この辺りでこの妙な遊戯を打ち切って変装した彼自身を永久にこの世から葬り去ってしまえばよいのだ。そうすればもともと実在しない人物のことだから、後に煩いの残るはずはないと T は考えていた。ところが今彼の心は、最初は全然予想しなかった極度の混乱に陥ってしまったのだ。たとえ仮想の人物にもせよ、サイ君が彼以外の男を愛し始めたというこの恐ろしい事実が彼を打った。初めは狂言であった嫉妬が真剣なものに変わってきた。もしこういう心持ちが嫉妬と言えるならば、そこには相手がないのだ。一体全体誰に向かって嫉妬をするのだ。サイ君は決して T 以外の男に肌身を許したわけではない。つまり彼の恋敵は取りも直さず彼自身に他ならぬのだ。さあそうなると、以前はさほどでもなかったサイ君がこの世に二人ともないものに思われてくる。そのサイ君を他人に、まさしく言えば自分自身にだが、奪われたかと思うと、悔しさは一通りではない。サイ君がぼんやり物思いにふけっている。ああ、彼女は今、もう一人の男のことを思っているのだな。そう考えると、もうたまらない。T は実に、取り返しのつかぬことをやってしまったのだ。彼は自分自身の仕掛けた罠にかかったのだ。慌てて仮装を中止してみたところで、今さら何の甲斐もなかった。夫婦の間にはいつの間にか妙な覚意を生じていた。サイ君はともすれば憂鬱になった。おそらく彼女は姿を見せぬ男のことを諦めかねているのに相違ない。T はそれを見るのがつらかった。と同時に、それほど心にかけている男というのが、実はもう一人の自分であることを考えると、それはまんざら、嬉しくないこともなかった。いっそ、一部始終を打ち明けてしまおうか。だがそうすることは、なんとなく嫌だった。一つはあまりにバカバカしい自分の行為が恥ずかしくもあったし、それにもう一つは、実はこれが最大の原因なのだが、生まれて初めて経験した忍ぶ恋路の身も世もあらぬ楽しさを T はどうにも忘れかねた。彼はそこに本当の恋を見出したように思った。本来の T に対しては世間並みの女房に過ぎなかった彼女が、その心の奥底にあのような情熱を隠していようとは、 T は全く意外であった。そして仰せが重なれば重なるほど、そのことは明らかになっていった。今さらあれは狂言だったなどとどうして言えるものか。しかしこの二重生活をいつまでも続けることは、煩わしいばかりでなく、サイ君に真相を悟られる恐れがあった。これまではいつも夜更けを選んで、暗い電灯の下や、多くはその電灯さえもない闇の中で会っていたのだし、一方明白なアリバイが用意してあったから、まず安全であったけれど、そんな異常な会合がそうそう続けられるものではない。とすると、そこには三つの方法しかない。第一は、仮想の人物を装ってしまうこと。第二は、トリックの一部始終を打ち明けること。そして第三は、実に変なことだけれど、彼がサイ君に愛想を尽かされた。いわばこの世に用のない T という人物を辞職して、その代わりに一方の
仮想の男になりきってしまうこと。今も言う通り、仮想の人物としてのサイ君とのいわば初恋を発見した彼は、どうにも第一第二の道を選ぶ気にはなれなかった。そこで非常に難しいことだとは思ったが、ついに第三の方法を取ることに決心した。つまり A という男が AB の二役を務め、それから今度は初めの A を捨ててまるで違った B に化けてしまうのだ。かつてこの世に存在しなかった一人の人間をこしらえるのだ。そう決心すると、 T はまず旅行と称して1ヶ月ばかり家を空け、その間にできるだけ顔形を変えようとした。頭髪の刈り方をたがえ、口ひげを生やし、眼鏡をかけ、医者の手術を受けて一重まぶたを二重にし、その上顔面の一部に小さい傷さえこしらえた。そしてひげが伸びた頃に、わざわざ九州の方まで出かけていって、そこからサイ君のところへ一通の絶縁状を送ったものだ。サイ君は途方に暮れた。相談を持ち込む親戚とてもないのだ。幸い夫が多額の金を残していったので、その方の不自由は感じなかったが、そうかといってじっとしているわけにもいかぬ。こんな時あの方が来てくだすったら、きっと彼女はそう思ったに違いない。ちょうどそこへ仮想の男になりすました T がひょっこりとやってきた。最初はサイ君その男を T だと言って聞かなんだが、 T の友人が訪ねてきてもまるで話が合わなかったり、それは T があらかじめ頼んだこの芝居の脇役なのだ。仮想の男の身元が明らかになったりしたので、つい彼らが全く別人であることを信ずるようになった。これが何かそうする理由でもあったのなら、いくら何でも騙されはしないのだろうが、 T 自身の心持ちを他にしてはまるで理由というものがないのだ。まさかこんなバカバカしいお芝居が演じられようとは誰にしたって思いもよらないからね。T の細君は案外やすやすと騙されたのも、これは無理もないよ。間もなく彼らは住所を変えて同棲することになった。無論名前も T ではなくなった。おかげで僕ら T の友人は固くお出入りを差し止められたものだ。聞くところによると、その後 T はふっつり遊ばなくなったそうだ。そしてこの喜劇にも等しいお芝居が案外好結果を収めて、彼らの仲は引き続き非常に睦まじく行っているという噂だ。世の中に変わった男もあるものだね。ところでお話はまだ少しあるんだよ。それはつい最近のことだが、あるところで僕はふと昔 T で会った男に出会った。見ると彼は例のサイ君を同伴している。で、僕は言葉をかけては悪いのだろうと思い、何気ない風を装って彼らの前を通り過ぎようとすると、意外にも T の方から僕の名前を呼びかけた。そして、いや、そのご配慮には及びませんよ。昔から見るとずっと快活な声で T が言った。僕らはそこにあった椅子に腰掛けて久しぶりで語り合った。何ね、もうすっかり T
手品の種が分かっているのですよ。これをうまく担いだつもりでいた私の方が、実はすっかりあべこべに担がれていたのです。これはあの私のいたずらを最初から気づいていたんだそうです。でも別段害のある事柄ではなし、それで家庭が円満に行くようにでもなれば、これに越したことはないと思い、つい騙されたような体を装っていたのだと言います。道理でうまく運びすぎると思いましたよ。女なんて魔物ですね。それを聞くと、そばに立っていた相変わらず美しい T の細君は恥ずかしそうに微笑んだ。僕も最初からそんなことではあるまいかといくらか疑いを抱いていたので、さして驚きはしなかったが、 T にはそれが自慢であるらしく、幾度も同じことを繰り返して自分で驚いてみせていた。この調子なら先生やっぱり仲睦まじくやっているな。そこで僕は密かにご両人を祝福したことであった。一人二役、江戸川乱歩。朗読は森高菜でした。